ちこんにちは。さあ前回が週刊セイングのベストナインと MVP を決めたので、はい、今週の勝手ながら、ベストナインおじさんの今週の MVP は中日の高橋周平選手、ね。まあ、ピッチャーで言えば、はい、誰だろう。やっぱ完封、初めて完封したのかな、両リーグ。あ、セパともに今シーズン、はい、だからそういう意味では菅野かなって思うけど、ね、あ、じゃあピッチャーは菅野投手、野手は高橋周平選手ということで、はい、分かりました。今回はまあ7月、6日からの週の6連戦の中でベストナインおじさんがいいなと思った選手を、うん、はい、はい、挙げていきます。パ・リーグです。まずはオリックスの、吉田選手です。吉田はね、はい、一時期悪かったんだ、スタートがね、はい、でも一つこうハマってくると半端ないねすごいですね、やっぱいい、うん、あとねやっぱスイングが速い、うんうん、スイングスピードが、はい、で速くて大きいアークが、うん、あ、だからこれからもずっと打ち続けるかなっていうふうに、はい、でオリックスがちょっと低迷してるじゃない。そうです、だからその起爆剤、はい、うん、になってほしい、チームを引っ張ってほしいなと思います。はい、まあ、現在ね7月10日現在で打率はトップですけれども、はい、続いては楽天の鈴木大地選手。鈴木大地はやっぱりいい仕事してるね。ですね。FA で、まあ、移籍して1年目からどうかなっていうふうに思ったら、なんか一生懸命やってる、献身的に、うん、だからその姿がすごくいいよね。もうチームにもね、もう馴染んでるし、ね、はい、うん、なんかリーダーシップというか、はい、そういうものがなんか彼の中にはあるのかなっていう。そうですね。もう移籍して責任を感じ、うん、絶対優勝するっていうような、うん、なんかな、体から満ち溢れたものがあるというかね、はい、まあ、そんな感じで見てるけどね、うん、はい、で同じく楽天の浅村さん。浅村半端ないな、おい、どうなっちゃったのすごいですね。いや、すごい、まあ、すごいのは昔からすごかったけど、はい、今年は特にまたすごいね。いや、そうですよね。火の打ちどころがないというかさ、今のところ、あ、はい、まあ、素晴らしいよ。長打率もそうですし、ずば抜けてますし、うん、いや、もう浅村選手がバッターボックスにいるだけで、あ、また期待感があるよね、はい、打つんだろうなって。だからさらになんか技術もアップしてるというかさ、はい、低めの、ね、ボールをすくい上げて角度つけてホームラン持っていくとかさ、はい、やっぱ素晴らしいよね。すごいですね、うん、でまた同じく楽天なんですけれども、島内選手。島内ね、はい、島内も聞いてるんだよ、うんうん、でね、島内のコメントが面白い、うん、はい、なんかコンビニで声かけられて、うん、あのバッティングが良かったねってそれを継承したらまた打てましたとかさあ、ファンの人に声かけられたんですね、とか、はい、この一打はおじいちゃんおばあちゃんが見てくれてるんで、はい、ありがとうって、うん、とか、はい、非常にコメントも面白い。だからちょっと注目してると面白いよ、ね、コメントに。分かりました。打った時の談話ね、はい、はい、成績的にはどうなの。いや、いいよ、頑張ってるよ。頑張ってます、ね、勝負強いしね。そうですよね、はい、で、ソフトバンクの柳田選手です。あー、やっぱりギータ来たね。最初のちょっと出だしがあれでしたけどね。ちょっとね、はい、だけど、まあ波に乗ってくるとやっぱ半端なくボール飛ぶな、やっぱりポーンって、うん、やっぱね、三冠王の期待かかるよ、はい、今年、うん、いいかもわかんない。柳田選手あんまりボールも打たないし、はい、やっぱり見るところはしっかり見るしね、はい、で仕留めるところは仕留めてるし、うん、だからそういう意味ではすごく今年の充実ぶりが伺い知れる、はい、うんうん、そして西武の栗山選手です。これ私も嬉しいんですけど、栗山は頑張ってんな。めちゃめちゃ頑張ってますよね。やっぱ勝負どころでしっかりした仕事をベテランらしくやってくれてるっていうのがさ、はい、心強いね。ですよね、あの西武打線の中にいてですもんね。やっぱりしぶとい、うんうん、だから今年こう乗り切るとまた 1,2 年寿命が伸びるね。あ、栗山選手ね、だから2000本っていうのがもう見えてきたね、はい、打ってほしいな。そうですね、見たいですね。それから日本ハムの近藤選手。近藤はね、はい、昨年のテーマ、うん、出塁率取ったでしょ、はい、でも怖くなかったのよ、バッターとして、うん、やっぱ反対方向ばっかり確実に打ちに行くから、うん、でも今年はちょっと違ってきてるね、うん、やっぱ強く叩けるようになってきてる、はい、それがだん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 出てきてる、うん、だからこれから調子も上がってくるし、はい、怖いバッターになってくるよ。なるほど、うん、
なってきますか、うん、ちょっと今はいやらしいバッターなんだけど、はい、怖いバッターになってる。いやらしいバッターと怖いバッターってやっぱちょっと違うんですか。やっぱりね、いやらしいバッターっていうのは粘って粘ってフォアボール取るとかさ、出塁だけ考えてるとか、はい、じゃなくてやっぱ勝負どころで確実に勝負に来るっていうバッターに変わってきてるよね、うん、お、じゃあ一皮むけて、一皮むけてると思う。期待する。だからこのまま頑張ってほしい、はい、さあ西武の後は源田選手。源田がやっと乗ってきたかな。そうですね、やっと出始めたね、はい、最初ちょっとねボロボロで取り上げて調子が悪いとか言ってたけど、やっぱりその打つことによって守備も良くなってきてるよね、連動してるんですね。連動してるよね、まあ、こういう選手は連動するよ。あ、守備はしっかりするけどね、はい、いつもしてるけど、でもよりいいパフォーマンスが出てきてるという、はい、守備にもね、だから今後また期待、はいはい、さあピッチャーなんですけれども、先発ピッチャーはソフトバンクの東山投手。この前の楽天戦、はい、あの強打線に7回失点だったかな、はい、素晴らしかったね。あの則本投手と投げ合ったんですよね。そうそうそう、はい、まあ則本も素晴らしいんだけどさ、はい、東山がそんなにあんまり良くなかったんだよね、うん、でも開幕投手でしょ、はい、でこの人をローテーションとして1年間回すという現れだからかさ、開幕投手って、はい、うん、でもそれを出してくれたよね。そうです、やっと乗ってきたかなっていう、まっすぐが良かったよ。良かったですか。まあなんていうの、変化球でかわすというイメージが東山にあったと思うんだけど、はい、その楽天戦ではすごくまっすぐが生きてたね。ということはこの後の投球にあの試合での投球はつながっていくんですか。もう絶対繋がると思う、うん、つなげなきゃいけないし、ね、はい、まあ、つなげられる投手だよ、うん、じゃあ次の先発の、ね、ゲームも楽しみ。楽しみですよね、うん、はい、で、あれいないですね、中継ぎと抑えは豊さん選んでないんですか。まあ、あんまりパッとしてるか。いや、打たれてます、パ・リーグも打たれてるよね。そうなんですよ。いや、だから、まあ、選んでもいいんだけどさ、はい、なんだうーん、あと、まあ、戦列離れちゃってるもちろん投手もいますし、まあ、でもモイネロが、はい、まあまあの仕事はしてくれてるかなっていうふうには思うけどね。うん、他は、うん、他はね、結構やっぱ打たれてるのよ今年本当に。だから、はい、選べにくいよね。中継ぎは、はい、うーん、います。そうだね、あまり、まあ、宮西投手も打たれちゃってますし、うん、日課選手も、まあ、香山かな。あ、でもワンポイントとかだからね、はい、うん、だからあまりパットはしないんだけど、はい、だけどなんか選ぶにはちょっと物足りないかな、うんうん、そうですね。これセリーグにもな同じ現象が。だからまあセリーグは別に選んだわけじゃなくて、はい、もうちょっと頑張れというエールね。エールですよね。まあパ・リーグも全体的に中継ぎ抑えっていうのはエールだけどね、はい、うん、さあこの中から今週の豊さんの MVP 一人。いや、それは浅村だよね。あ、もういや、それは浅村の破壊力は誰も、まあ今週はあの浅村には勝てないですよ。勝てない、勝てないと思うよ。やっぱすごい。いや、すごいよ。でもこの浅村選手の対抗馬となってきそうなのは柳田選手だったりとかってなってきます。まあ柳田はサヨナラホームランも打ってるしね、はい、だからそういう意味では対抗馬ではあるけども、うんうん、やっぱ浅村のインパクトっていうのは半端なかったな。そうですね、うん、特にこの、ね、6連戦では。じゃあピッチャーはもう1人しかいませんね。まあ、東山でいいんじゃない。東山投手、それは則本とかも、ね、投げてるよ、はい、投げてるけど、うん、やっぱそのチームの状態、はい、バッティングの状態、対戦相手の、うん、それは今の楽天に投げるピッチャーって嫌でしょ、うん、でもその相手をに対して東山の好投っていうのはすごく俺は評価したい、うん、じゃあ野手は、浅村選手で、はい、ピッチャーは東浜投手ということで、はい、パ・リーグはじゃあこれまたね次回6連戦が終わった後で、まあそうだね、はい、また MVP とベストナインを、はい、よろしくお願いします、はい。